花連れで戻ってきたと思ったら早速ダーリンなんて呼ばれちゃってさあの二人案外うまくやっていけちゃったり。了解。なんであいつがリーダーなのよ。知りたいと思わないことばかり。パラサイトならの話でしょ。本当に分かってんのかよ。あれ、何っていうか、まだあの女と乗るの諦めてないわけ今のところ。あのね、忘れてるかもしれないけど、あの女には巨竜の血が混ざってんの。人間じゃないのよ。ミツルのあの姿見たで。ストレリチアなしで巨竜を倒せなくちゃ。26部隊の人たちに任せちゃえばいいのよ。ミクたちは足でも、ま、えい、心なしか。ちょっといい、もうミク疲れちゃった。ほらほら見なさい、あいつらの羨望の眼差し。あんたたちが一番新入りなんだから、ナオミの分までしっかり働きなさいよ。Tシャツを凄すぎ。もう嫌だ、これ以上男子なんかと一緒にいたくない。あいつらは楽しそうに水浴びして、こっちはお風呂掃除だなんて不公平だわ。それでも男の子と女の子は違うからこそ一緒にいるべきなんだよ。あっそう、勝手にすれば。絶対出てってやるもんか。だからちょっとぐらいなら許すわよ。あんたが真っ先に取り乱してそれを支えたのは誰よ。そんなんがパートナーじゃ、五郎だって苦労するって言ってんの。1週間ふ